ごきげんよう。高齢者起爆剤講演家の宮崎文隆です。今日は2023年の7月の、9日5日ですね7月の5日水曜日です。今日は新しいシリーズを行ってみたいと思います。男はつらいよというね、寅さんの映画が爆当たりしていましたけど、今日は〇〇はつらいよというんでね、行ってみたいと思います。〇〇はつらいシリーズ第1回はですね、70代が一番楽しい生き方という本なんですが、これをつらいシリーズでいくならば、70代はつらいよなら、そのつらいのをどうするんかというのがこの本の答えですよね。解決するのがこの本の答えです。まず行ってみたいと思います。これはですね、桜井秀則さんが書かれた本です。この方は今92歳ぐらいなんですかね。まだ現役で頑張っておりますがね、その方が書かれた70代が一番楽しい生き方って言ってみたいと思います。これをですね、まずはぐっていきますと、はじめに70代という年代を楽しんでいきましょうというのがはじめです。言います。できない言い訳を年齢のせいにしないようにしましょう。ほう、なるほどね。もう年だからと言わない。ダメですね。やりたい、続けたいと思うことがあるなら、どうすればできるかを考えてみるのです。ああ、そう、確かにそうですね。言い訳、できない言い訳するよりも、どうすればできるかを考えたい。これは、70代になっても、これを前向きに考えるといいですね。自分一人ではできないことも助けてくれる人がいます。その人たちに恩返しをするためにまた頑張る力が湧いてきます。ほう、70代ね、なかなかね、面白いですね。人生はもう終わったと思ったところで終わってしまいます。なるほど、そうですよね。終わったと思ったらそこが終わるですね。ダメだと思ったらそこがダメな時ですよね。いや、自分では終わったと思っても終わりにできないのが人生とも言います。なるほど、自分は終わったと言ってもね、じゃあ70代ですっとあの世へ生きるかというと、と思ってもそうならないのが、終わりにできないのが人生とも言えます。そこが人生は難しいんですよね。いや、まだまだ人生は続いていく。それを悩むより楽しんでいきましょうと。これが70代一番楽しい生き方。これも初めに書いてあって、次からはですね、これは結構台数が多くありまして、1から9まであるんですね。これ今日は初めにと読んで、その後はどんなことが書いてあるのか大雑把に言ってみたいと思いますね。1番は70代という年齢に縛られない。2番が自分のすべてを認めて受け入れる。なるほど、この題目だけでもかなりいいですね。3、不安な時こそ前を向いていこう。またこの貸し札の中に書いてあるんですがね、4番、限りある時間を無駄にしない。5番が、ご縁と絆で人生は彩られる。6番が、人生に風を入れて運を上げる。読んでみたいですね、これ面白いですね。7番、心の奥にある夢を諦めない。夢を諦めない、心の奥にあるんですね。子供の時に夢見た、いや、青春の時に夢見た。いやー、心の奥にある夢を諦めない。この中読んでみたいですよね。8番目が、時代の恩恵は遠慮なく受けよう。はあ、なるほど。そして9番が、自分のリズムとスタイルで生きるって。はあ、なるほど。こういうのが書いてありまして、そうですね。
次はその第1章の70代という年齢に縛られないと、まあ、これがですね割とこういうふうにあの左に大きく書いてあって右にちょっと書いてあるので結構あのいっぺんにですね第1章もいっぺんにいけるぐらいのこの文ですかね間の取り方がすごいんですよ本の。ですから次回は第1章ですね一気に読んでいきたいと思います。まあ、70代はつらいよと言わずに70代が一番楽しい生き方のコツというのをねこの次は読んでみましょう。はい、そして私も70代ですが70代が喜ぶコツは私にはありますよ。それはチャンネル登録が前に進むことです。これは70代の私でも楽しみが増えていきます。ごきげんよう。